どうも、エルマです。はい、本日の動画はですね、新年から引き続きの福袋開封動画の方ですね、本日も行っていこうと思います。はい、というわけでですね、こちらのうるまチャンネルでは、自分自身がですね、普段現役のプロアパレルバイをやっておりまして、自身で運営するショップのですね、アイテムのバイングだったりとか、あとはオリジナルアイテムのデザインとか企画ですね、そういったものを行っておりまして、でこちらのチャンネルではですね、メンズファッション情報を中心に、まあ、世の中でですね、話題になっているファッションの情報だったりとか、あとはコストパフォーマンスすごくいいものだったりとか、まあ、プチプラブランドからインポートブランド、ハイブランド、ドメスティックブランドまでですね、幅広くですね、情報を扱っているファッションチャンネルなんですけれども、年末年始に関してはですね、福袋開封動画チャンネルとなっておりまして、本日もですね、人気ブランドの福袋の方を開封していこうと思います。いや、本当ですね、この年末年始で本当いろんな福袋開けてるんですけど、もうすごいめちゃめちゃいい福袋からね、もうなんだこれはって福袋たくさんございまして、よろしかったらですね、動画の概要欄の方に2024年のですね、福袋の開封動画の再生リストの方を作らせていただいておりますので、そちらからですね、過去の動画を見てもらえたら嬉しいです。まあ、あとはですね、こちらのチャンネルではまだまだですね、もういろんなブランドの福袋だったりとか、いろんなセレクショップさんの福袋購入して、これからもね、開封動画がいくつか上がりますので、よろしかったらですね、チャンネル登録いただきまして、今後の動画もですね、楽しみにしてもらえたらと思います。はい、というわけですね、前回以上といたしまして、今回買った福袋の方ですね、早速出していこうと思います。はい、でですね、今回購入した福袋のブランドなんですけれども、こちらになります。じゃーん。はい、このロゴ一度は見たことある方いらっしゃると思うんですけれども、こちらブランドがですね、マンハッタンポーテージさんですね。こちらで今回福袋を購入してまいりました。ほんとね、バックブランドの中だと知らない人はいないんじゃないかってぐらいですね、メジャーなブランドなんですけれども、まずはですね、こちらのマンハッタンポーテージでブランドがどういったブランドかっていうところをご紹介していこうと思います。でですね、こちらのマンハッタンポーテージさんなんですけれども、アメリカニューヨークでですね、1983年に生まれた、バックブランドでございまして、有名なアイテムで言うとこちら、はい、メッセンジャーバッグですね。もうこれが一世風靡して、ファッションシーンの中でもですね、持ってない人いないんじゃないかってぐらい、もう流行りに入りきったブランドですよね。もう今現在ですね、このマンハッタンポーテージでブランド自体が、もう市場にですね、浸透して、トレンドアイテムっていうよりかは、もう定番アイテムとしてですね、君臨し続けてるブランドなんじゃないかなと思います。まああとはですね、メッセンジャーバッグだけではなくて、ほんとショルダーバッグだったりとか、あとボディーバッグ、あとリュックとかですね、ほんといろんなアイテムもありますし、もう最近はですね、アパレルアイテムとかそういったものもですね、幅広く展開してるブランドさんでございます。という感じの人気のですね、マンハッタンポーテージさんなんですけれども、こちら福袋ですね、1月2日の初売りで、自分はですね、新宿のルミネさんの方で購入してまいりました。いや、結構ね、マンハッタンポーテージさんの福袋に関してはあるのはですね、知ってたんですけれども、買うのは初めてですね。毎年毎年ですね、リリースされては完売がすぐにですね、来る人気の福袋になっておりまして、今回もですね、無事にゲットすることができましたね。朝並びましたからね、ルミネ。という感じの、ね、福袋になるんですけれども、こちらはまず価格ですね、に関しましては、税込みで1万1000の福袋でございます。で、店頭でですね、スタッフさんが言ってたんですけども、この1万1000円の福袋の中にバッグがなんと4つ入ってるらしいんですよ。マンハッタンポーテージさんのバッグって別に安いものじゃないんでね、このメッセンジャーバッグでもほんと1万円前後とかしますし、あとリュックとかでもね、1万円オーバーするものもありますし、そんな安いブランドではないんですよね。そのマンハッタンポーテージさんのバッグが4つ入って1万円はかなりお買い得なんじゃないかと思いますし、結構使いづらいカラーとか俺あんまないイメージなんですよね。いや、自分マンハッタンポーチメッセンジャーバッグ昔使ってたな、懐かしい。ではですね、早速福袋の方を開封していこうと思います。いや、今回の福袋なんか期待できるんじゃないかな。だってこの福袋のこの袋のところにさ、ラブって書いてますからね、愛が詰まった福袋ですから、もう変なもの入ってないでしょっていうね。ではですね、上のところがテープでくっついてるので、ここから開封していこうかな。中を見ないようにですね、この開封をしていこうかなと思います。はい、開きました。ではですね、マンハッタンポーテージ1枚の福袋ですね、バッグ4つ入り、まず1つ目のアイテムからですね、出していこうと思います。じゃあちょっと手を突っ込んでみまして、おわー、あ、結構大きいのかな、これはいくつか。で、まず1つ目のアイテムからですね、出していこうと思います。これ結構サイズ感ちっちゃいかな。1つ目のアイテムがこちらです。じゃーん、あ、黒、あ、なんかいるなんだこれ、あー、なるほどね。こちらがですね、マンハッタンポーテージと、BTS のキャラクターいるじゃないですか。そのキャラクターが、ここに刺繍されたですね、マンハッタンポーテージの、ミニメッセンジャーバッグ
バッグですかね、ミニショルダーというかそんなバッグでございます。ほう、これは一発目から度肝抜かれましたね。全く予想してなかったです。はい、 BTS はですね、はい、もちろん大好きなんですけれども、このキャラクターのアイテムは持ってはないですね。へー、なるほどね。でですね、このマンハッタンポーテージの定番のここのね、ロゴワッペですねがあるのと、これめくってみるとですね、見てこれかわいいね、これ。はい、なんかハート柄というか宇宙柄の絵柄でございます。いやー、いつもと角度が違うまあけどバッグとしては、まあ、サイズ感的にも含めてですね、ね、シンプルな感じでございまして、中に仕切りもあるし、サイズ感もですね結構ミニ部ではあるんですけど、ちょっとしたお出かけとかそういったところにはですね、おすすめアイテムなんじゃないかと思うんですけど、まあ、ここまではね、まあ、ちょっと綺麗事と言いますかなんですけど、これはさ、このキャラクターが好きじゃないとなかなかきついよね。まあ普通にビジュアルとしては可愛いんですけど、例えばさ、ミッキーマウスとかそういったキャラモンだったらまだ、まあ、いろんな掴み道あるかなと思うんですけど、割と欲しくなる層が限定的なアイテムですからね。まあ福袋アイテムなんじゃないかな、これは。素材自体はですね、このコーデラが使われた、これ間違いない仕様のアイテムなんですけどね。こちら1点目のアイテムが、これ BTS とマンハッタンポーテージのコラボのミニチュアバッグですねになります。調べてみたらですね、こちらのアイテム自体は2022年の秋冬のアイテムで、ですね、あ、元ね、結構高いですね。税込みで 12,540 円です、これ。あれじゃん、1万円の福袋でもう1万円オーバーのアイテムが入ってたんですね。はい、っていう感じでございました。ではですね、気を取り直して2点目のアイテムの方を出していこうと思います。いやー、やっぱマンハッタンポーテージだからね、メッセンジャーバッグとかやっぱ、ね、リュックとか欲しいよね。じゃあ2点目、これなんか全然手触りが予想できないですね。はい、2点目のアイテムがこちらです。じゃん。はい、こちらがですね、なんだこれ、マンハッタンポーテージの、ロゴはですね、こちらプリントで入っていて、なんかリップストップのような生地ですね。で、こちらを開けていただくと、この中に、はい、こんな風に開けるものがあるんですけど、これ何ケースなんだ？商品名がわからないから、どんな用とかわからないんですけど、あー、キャリーオールアクセサリーバッグって書いてますね。このキャリーケースとかそういったものに、ちょっとした小物を入れるようなバッグなのかもしれないですね。ね、はい、あー、なるほどね意外な角度、これは、まあ、ただ意外と私自身がですね、出張とかそういったものに行くんですけど、まあ、着替えとかそれこそちょっとしたお出かけセットとか、あとは下着とかね、まあ、そういったものをまとめとくには、まあ、正直いいかなと思いますね。うん、これは元値はいくらなんですかね。なかなか買うことはないんですけど、ただ嫌いではないですね。このアイテム出てきましたね。元値が5000円のアイテムですね。まあ、さっきの BTS のショルダーバッグよりは僕自身は全然使いようとあるんじゃないかなと思います。はい、こちらが2点目ですねになります。まあ、バッグなんだけどね、なんかまだ手応えが意外とないな。はい、じゃあ続いてですね、3点目のアイテムになります。3点目のアイテムがこちらです。じゃん。なるほど、こちらがこのミニショルダーバッグ感じですかね。中にこんな感じでストラップが入っていて、ちょっとつけてみましょうか。はい、こんな感じのね、ショルダーバッグなんですけれども、ボディはブラックで、素材自体はコーデュラの素材が使われていて、ここにあの定番のロゴあるじゃないですか。で、ここになんか模様みたいなものがありますね。なるほどね。結構マンハッタンポーティさんってこれシンプルなデザインのものが多いんですけど、結構あれでね、癖あるもの続くね。なるほど、なるほどですね。で、こちらですね、このフロントに関してはこのジップのね、ポケットがあって開閉ができる仕様となっていて、あとはですね、こちら、はい、メインポケットも広くね、開閉できる、使いやすいモデルなんじゃないかなと思います。まあ、バッグ2つ目かなんですけど、まあ比較的使いやすいよね。ただこの模様はまあ好き嫌いは分かれるよね。まあ、全体がブラックだからそんなに気にならないかなと思いつつ、一歩間違えると意外と子供っぽく見えてしまうのがちょっと怖いですね。はい、で、このアイテムがですね、コラボアイテムですね。あのマンハッタンポーテージかけるゆるキャン、キャンプをゆるく楽しむアニメみたいなやつがあるんですよ。こちらですね。はい、こういったアニメとかもあって、確か実写化もされたと思うんですけど、それとマンハッタンポーテージのコラボらしいです。パッと見ると全然コラボ感はないんですよね。あの BTS と違ってキャラクターがアピールされてるわけでもないし、なんかあんま分かりづらいですけどね。まあ、これはなんかさっきのアイテムと違って、別に新規の層で誰に届いても使ってもらえるようなアイテムじゃないかなと思います。はい、こんな感じで3つ目のアイテムがこちらのボディバッグですね。で、こちらのバッグ、元々のお値段が約税込みで7920円ですね。約8000円ぐらいの価格でございました。はい、というわけでちょっとドキドキしてまいりましたね。数は確かに入ってるんですけど、手応えが
まだないっていうね。いやー、なんかこれどんな人に届いたとしても、なんか使いやすいバッグ2個くらい入ってないとちょっときついよね、マンハッタンポーテージ。もともとね、安いブランドではないんですけど、まぁ、1万円払うんだったら、まぁ選べるじゃん。ちょっとドキドキしてきたね。ただですね、今回のマンハッタンポーテージの福袋、1万円のやつなんですけども、4つ入り。一番大きいのがまだ残ってます。はい。だ全然わかんない。これ。ではですね、マンハッタンポーテージ1万円福袋、ラスト4点目のアイテムなんですけれども、アイテムがこちらでーす。じゃん。おー、でっかいけどー。なんだこりゃ。はい。ここに来て突然、ブラックではないバッグが出てきましたね。おー。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、こちらマンハッタンポーテージのキャンバスのトートですね。でこちらキャンバス素材にここはナイロン素材がミックスされた、アイテムですね。でマンハッタンポーテージのロゴはこちらにあります。でここにタグ USA のねこのタグがなるんですけど、アメリカ製ってことなのかな。まあ、ダックのトートバッグ結構武骨な作りではありますね。うん。で中はこんな感じ。仕切りとかはないんですけど、底の部分が結構加工がされてて水とかにも強いような素材のアイテムですね。なのでキャンプだったりとかそういうものにも使えますし、あとはですねこのキャンバス素材とかって結構ね汚れに弱いんですよ。なんですけどこのね汚れやすい底の部分が加工してあることで長く使っていただけるようなアイテムですね。意外な角度マンハッタンポーテージカラーですね。はい、赤のね。なるほど。いやーメッセンジャーバッグやっぱ入ってないかなるほどな。で商品名にもあるもん。ピクニックトートバッグって書いてあるもんね。ちょっと価格下打ってみましょうか。まあ、このアイテムに関してはそれこそキャンプ好きな方、そういったものにはなんかおすすめですよね。このなんかさっきのゆるキャンバッグと合わせて、はい、キャンプ楽しめるんじゃないかなと思いつつ。あ、元値結構高い。これが、税込みで約1万4000円の元値のアイテムでございました。で、今でも全然定価で売っているショップさんもありますね。で、こちらのアイテムが4点目のトートバッグでございました。なるほど。ちょっと振り返ってみますそっからちょっと感想言おうかな。こちらが1点目、マンハッタンポーテージと BTS のコラボですね。こちらの、ミニショルダーバッグでございます。これが一番元値としてはこのトートバッグと同じぐらいか。これ1万4000円のアイテムですね。でこちら2つ目、はい、こちらが、キャリーケースとかね、バッグの中に入れるバッグバッグみたいな、ポーチのバッグでございます。はい。これ個人的に使うかな。出張とかキャリーケースの中にぶっ込んで使えるかなと思っております。はい。で、3つ目。こちらが、ショルダーバッグですね。アニメの、ゆるキャンというアニメとの、マンハッタンポーチコラボのショルダーバッグでございます。コラボ多いね。4点中2つがコラボ。で、ラスト。こちらですね。マンハッタンポーテージの、ピクニックトートバッグでございます。キャンバスと、こちらですね、ナイロン素材のようなものがミックスされたアイテムでございます。こちらが1万4000円ですね。なんでざっくり計算すると1万4000円のバッグが2つで2万8000円、うん、でポーチみたいなやつが、5000円だったから3万3000円で、このバッグが8000円ぐらいだから約4万1000円ぐらいはするのか。経過で買うと4万1000円ぐらいのセットが今回福袋で言うと1万円っていうところだったんですけれども、まあ、皆さんどうだったっすかね。まあ、結構ね、いろんな福袋を開けてきたんですけど、結構デザイン性があるショップさんとかブランドさんの福袋に関しては、まあ、売れ残り関係なく結構尖ったものが入るじゃないですか。で、マンハッタンポーテージさんに関しては、結構使いやすいアイテムが多いブランドなので、結構俺的には、落ち着いたアイテムが結構買いやすいかなと思ったり、戦力になるものが、まあ、届くかなって思ったんですけど、意外と、癖のあるアイテムたちが届きましたね。まあ、ただ、4万円の内容量が1万円でしょう。だから前に紹介したリーバイスの福袋があるんですよ、こちら。はい、こちらも約1万円で内容としては約4万円ぐらいの内容がよく買うことができたんですけど、まあ、充実感で言うとあんまないね。だからね、マンハッタンポーチ店さんに関してはほんとね、リリースが多いんですよ。それこそ、まあ、今回コラボのアイテムいくつかあったじゃないですか。結構ね、毎月のようにコラボレーションアイテムがあって、それこそディズニーとのキャラクターコラボもそうですし、いろんな作品とか、それこそ映画とか、あとアニメとかね、それいろいろあるんですけど、やっぱりそういったアイテムって、まあ、残るとちょっときついよね。やっぱファンの方が買うけど、ファンじゃない、新規の方がなかなか買うことがないので、まあ、福袋のアイテムになりやすいのかなーって感じっすね。ただ、マンハッタンポーテージってブランドがやっぱ乗って、定価4万円のやつが1万円だから、個人で買うとこんなにバッグいらないと思う方もいると
思うんですけど、ご家族で買ったりするとなんかそれぞれね、あこれ俺使うとかこれ私使うみたいな感じで行き渡ればなんかいいんじゃないかと思いますね。これとか例えばうちの実家とかで考えると母親とか使えそうだしね、そこが加工されてるから買い物とかにも使えそうだなと思うし、まあ、あとはなんかね、まあ、自分は弟がいるんですけど、まあ、なんかデザイン可愛いからなんか弟使うかなとか思ったりとか、まあ、BTS はね、まあ、僕好きなんですけどねBTS かっこいいし、はい、っていう感じでしたね。難しいなぁ。ではですね、福袋動画恒例のですね、最後採点を行ってこちらの動画の方ですね終わろうと思うんですけれども、今回のマンハッタンポーテージ新年の福袋ですね、公式から出るものでございます。こちら1枚の福袋4点なんですけれども 2.5 2.5 かな、3と迷ったんですけど 2.5 でございます。まあ一部売れ残り感はあるんですけど、ただ元値が高いものが入ってるなっていうところは結構自分的にはまあ印象としては悪くなくて、でやっぱブランド自体がやっぱ有名ってところの大手さんのブランドなので、やっぱリセールも強いと思うんだよね。うん、例えば使わない分は例えば二次流通とかフリマアプリとかに売って使われ下げて元に残すみたいなやつやれば意外とこの1万円ぐらいは回収できるかなって思ったり、うん、そんな印象を受けたので2.5にさせてもらいました。でやっぱね、3にしなかった理由はやっぱ福袋ってもともとやっぱ売れ残りだったりとかそういった端っこのアイテムが残ったものを、まあ、実際在庫消化っていう観点もねあると思うんですけど、その在庫消化の観点がちょっと色濃くかなり出てるなって思ったんだよね。うん、なんか使えるバッグが1個でもあれば嬉しいなと思ったんで、まあ、僕の目線から見ると2.5かなと思った次第でございます。はい、というわけですね、本日の動画は人気バッグブランドですね、マンハッタンポーテージさんの1万円の福袋ですね、4点のものを開封させていただきました。こんな感じでですね、こちらのうるまチャンネルではすでにですね福袋の開封の動画いくつも上げさせていただいてますし、これからもですねまだまだありまして、まだいくつかですね開封しない福袋があるんですよ。そちらの福袋開封の動画も楽しみにしていただきまして、ぜひですねチャンネル登録いただけたら嬉しいですし、まあ、今回の動画少しも参考などなと思っていただけましたら動画の高評価ですねしていただけたら嬉しいです。あとですね、概要欄の方に自分のインスタグラムと TikTok のアカウントも貼っておりまして、日々ファッションのニュースだったりとか日々の着こなしとかそちらに載せているのでそちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。